おやすみなさい。視聴者の皆さん、今夜は日々のストレスを解消し、心を穏やかにするために、私たちの地球上に存在する素晴らしい動物たちの雑学をお届けします。目を閉じて、深呼吸をしながら、このお話に耳を傾けてください。まずは、カワウソについてお話ししましょう。カワウソはその愛らしい姿と遊び心いっぱいの性格で知られています。彼らは河川や湖沼に生息し、泳ぎが得意です。カワウソは水の中で遊びながら魚を捕る姿が特徴的で、その楽しげな動きは私たちの心を和ませてくれます。カワウソの無邪気な姿と楽しそうな動きは、私たちに遊び心を持つことの大切さを教えてくれます。ストレスが溜まった時には、カワウソのように水辺でのんびりと過ごすことが、心のリフレッシュにつながります。次に、カメレオンについてお話しします。カメレオンはその色を変える能力と独特の目の動きで有名です。カメレオンは環境に応じて色を変え、捕食者から身を守ります。そのゆったりとした動きと変幻自在の姿は、私たちに適応力と静かな強さを教えてくれます。カメレオンの穏やかな生活リズムと色の変化は、私たちにリラックスとバランスをもたらします。日常の忙しさから離れて、カメレオンのようにゆっくりとした時間を持つことで、心が穏やかになるでしょう。最後に、スナネコについてお話ししましょう。スナネコは砂漠に生息する小さな猫で、その大きな耳と愛らしい表情が特徴です。彼らは夜行性で、昼間は砂の中に身を隠して休息をとります。スナネコの静かな夜の活動と昼間の静かな休息は、私たちに休息の重要性を教えてくれます。彼らの生活リズムは、私たちに自分のペースを守りながら、適度な休息をとることの大切さを思い出させてくれます。スナネコのように、静かな時間を持ち、自分自身を大切にすることが、心と体のリフレッシュにつながるでしょう。これらの動物たちの穏やかな姿や、ゆったりとした生活リズムは、私たちにリラックスすることの大切さを教えてくれます。日々の忙しさやストレスから解放され、自然の中で静かに過ごす時間を持つことで、心と体をリセットすることができます。今夜は、これらの動物たちの穏やかな姿を思い浮かべながら、静かに目を閉じ、深い眠りにつくことを願っています。おやすみなさい。視聴者の皆さん、今夜は日々のストレスを解消し、心を穏やかにするために、私たちの地球上に存在する素晴らしい動物たちの雑学をお届けしました。目を閉じて、深呼吸をしながら、このお話に耳を傾けてくださり、ありがとうございました。
Thank you.
you